小笠原道博、小笠原道博、小笠原道広、1973年10月25日帯は、千葉県千葉市三浜区出身の元プロ野球選手、内野手、保守、右投げ左だ。愛称は、ガッツ、北の侍。現役時代は、日本ハムファイターズ、北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズに所属。 2016年シーズンより、中日ドラゴンズに軍監督を務めている。7歳から野球を始め、千葉西リトルリーグでプレーする。1989年に、行政国際高等学校に進学したが、入学時は全く無名の選手で、当時の監督曰く、千葉西リトルの中学2年生で欲しい選手がいて、その選手を取る代わりに頼まれたのが、 どこからも声のかからない小笠原だったという。それまでは、遊撃手、三類手、外野手の複数のポジションをこなしていたが、高校進学後に二類手にコンバートされ、翌1990年には、チーム事情から保守を兼ねる。ただし本人は、保守は一番嫌なポジションだったという。二年生の時には同期のエイス北川哲也を要し、二類手、五番打者として1990年夏の、 千葉大会決勝に進むが、成田高校に敗れ甲子園出場を一する。高校通算本塁打は0本で、県内でも注目された選手ではなかった。卒業後は、NTT 関東に入社。ポジションは、仮に選手としてダメでも壁、ブルペン保守で残れるからという理由で保守を続ける。沖原義則と共に、中心打者として活躍し、後に、 日本ハムでも同僚となる立石直行とバッテリーを組む。1996年の第67回都市対抗野球に沖原、立尺と共に新日鉄機密の補強選手として出場。JR 東海との1回戦では2番打者として起用され3本の2塁打を放つなど活躍。立石、森信寺らの完封リレーで勝ち上がる。 ヤマハとの2回戦でも勝ち越しの本塁打を放ち、準々決勝に進むが、朝日生命に敗退した。この時のチームメイトに4番打者の松中信彦がいる。1996年ドラフト会議で、日本ハムファイターズから3位指名を受ける。入団会見では、首位打者を取れるような打者になりたいと宣言した。1年目に開幕1軍入りを果たし、 内野手登録だったものの23試合で保守として先発出場している。2、それまでの内野手登録から保守登録に変更される。主に代打での出場だったが、打率302と高成績を残す。5月22日に保守を取ろうとして、左手人差し指を骨折し、登録抹消されたが、傷が感知する前の7月7日に一軍登録されると、 その日の試合で、代打本塁打を放つ、この時折れた指は当然バットを握れず、指をまっすぐに立てて固定した状態だった。このことがきっかけで、ガッツの相性が定着した、後日。に打撃を生かすために一塁手に転向し、西浦勝拓とのポジション争いの結果、一塁手の座を勝ち取る。足の速さを変われ二番に定着し、一切バントをしないことから、 バントをしない2番打者とし、開幕からレギュラーに定着しブレイク。西ブライオンズのルーキー、松坂大輔のプロ初登板初先発の試合では8回に、松坂のプロ初失点初飛弾となる2点本塁打を浴びせた。打率、285、リーグ7位、25本塁打、リーグ5位、83打点、リーグ6位などリーグ内でも上位の成績を残す。2打率。 329、リーグ3位、31本塁打、リーグ4位、102打点、リーグ4位、リーグ新記録、当時の126得点、球団新182安打、当時をマークして、最多安打のタイトルを獲得。また、リーグ3位の24盗塁を記録、トリプルスリーに、あと6盗塁と迫った。2桁盗塁を記録したシーズンはこの年のみである。 シーズン当初の打順は主に2番や3番であったが、後半戦から1番に定着。千葉ロッテマリーンズの福浦和也との首位打者争いには、敗れたが、打率。339、リーグ2位を記録。ただ、本塁打数は32本と前年を上回ったものの、同年から試合数が増加したことや飛ぶボールの影響か、リーグ総本塁打数が1000本を超える。 打光年になったこともあり順位をし、リーグ8位、打点も86打点と前年を下回った、リーグ13位。しかしながら、前年に続き、パリーグ最多安打を、記録19、195安打。195安打は、シーズン安打数量リーグで、歴代2位の数字、当時であり、一郎以来、史上二人目となる、複数年での180安打以上も記録した。も、 阪神タイガースへ移籍した片岡氏が抜けた打線の柱として3番に定着。同年の新ストライクゾーン導入もあり、翌年以降は廃止されたリーグ平均打率が、255-00年代最低値と他の打者が成績を落とす中で、それをものともせずに打ちまくり、打率。340で前年逃した、首位打者を獲得。打率決出度、バや、 攻撃力の欠出度を測るクイーン等は、同年の数値自身最高記録である。本類らは32、打点は81と、数値自体は前年と同程度だったが、それぞれリーグ6位、リーグ8位と順位を上げた。しかし、前年まで3年連続で記録した、フル出場が故障のためと題た。2は、チーム事情から三流一種に転向。シーズン通して、 首位打者争いを繰り広げ、シーズン序盤は、西部の和田和弘と争い、阪神から日本ハムに移籍してきた、坪井智也やオリックスブルーウェーブの吉友とシーズン終盤まで繰り広げた。坪井、い、谷らを退けて打率。360という高打率で2年連続で、首位打者を獲得すると同時に最高出塁率、パリーグ歴代3位のタイトルも獲得。また、 31本塁打、リーグ7位、100打点、リーグ7位を記録し2000年から4年連続で3割、30本塁打を達成。は、右第12腹肋骨骨折で、1 2週間登録抹消され、また、アテネ五輪出場による離脱の影響もあり、本塁打、打点は、規定打席到達年で過去最低を記録。それでも、打率は、345、 リーグ2位で5年連続3割を記録した。7月24日に社会人野球出身のプロ選手では史上最速で通算1000本安打を達成。また、打率345を記録したことで4年連続で打率330以上を記録している。2は自己最多の37本塁打を記録するも6年ぶりに打率3割を切った。も 自己最多の114三振を記録。チームも5位に沈んだ。3月3日から3月20日、第1回 WBC に出場。第1ラウンドで、日本代表チーム初本塁打を放ち、決勝の9番戦では、押し出し支給や犠牲フライで3打点を挙げ、日本の優勝に貢献した。レギュラーシーズンでは主に1塁を守り、打率、313.32本塁打。 100打点で本類打打点の2冠を並びに自身初のパリーグ MVP にも輝き、ファイターズ25年ぶりの優勝、44年ぶりの日本一に貢献した。5月15日に FA 権を取得し、シーズン終了後に FA 権を行使。日本ハムから残留要請を受ける一方、読売ジャイアンツからも入団の誘いを受け、 11月5日に契約年数、日本ハムは3年に対し、巨人は4年、家族との同居が可能であること、日本ハムの札幌移転後は家族を市川市の自宅に残し、単身で札幌に渡っていたが、決め手となり巨人入団を正式に発表。背番号は日本ハム在籍時と同じに、日本ハム時代のトレードマークだったゲを、 新しいことの始まり、男のけじめとして自ら利用として入団会見に臨んだ。の開幕は3番、三塁として先発出場。4月3日の中日戦、東京ドームにて山本正から巨人遺跡後初本塁打を放った。5月28日のオリックスバファローズ戦、東京ドームでは自身初の13本塁打を記録。 7月24日には移籍後初めて4番を任され、9月15日には史上4番目の速さで通算1500本安打を達成。最終的には2年連続の3割30本を達成。前年に続いての2年連続 MVP を獲得した。なおセッパ両リーグでの MVP 受賞は江夏豊以来2人目であり、野手としては史上初の受賞となった。加えて、 リーグをまたいでの2年連続 MVP 獲得も史上初である。前半戦は左膝の手術の影響もあり、打率は250前後に低迷していたこともあり、1999年から9年連続で出場していたオールスターゲーム出場も逃すとともに、2008年北京オリンピックの野球競技日本代表メンバーにも選出されなかった。しかし、 試合に出場し続けることで7月頃に本人曰くスイッチが入ったように復活。シーズン終盤9月の月間 MVP を受賞したり、7月8日にチームが阪神に最大13ゲーム差をつけられた翌日からの残り66試合で11本の小絡み団。自分自身とアレックス・ラミレスのアウェックホームーンのことで2008年は大さだ春。 長島茂雄のアベックホームラン王 n 弾をもしのぐ15本を記録したりする登場史を取り戻した。チームも、小笠原の副長そのままに、最大13ゲーム離されていた阪神に追いつ、逆転優勝を達成。前年、前々年に匹敵する成績を残した。6月8日、プロイリアと初のギダを記録。9月3日の対広島東洋カップ戦、大阪ドームで、史上62人目。 史上66度目、球団史上5人目となるサイクルアンダを達成。さらに9月19日には、史上35人目となる、通算305本塁打を放った、球団史上8人目。10月23日のクライマックスシリーズ第2、ステージの対中日ドラゴンズ戦で、朝倉健太から1回裏に2段本塁打、2回裏には、満塁本塁打と2打席連続で、本塁打を放ち、 クライマックスシリーズ新記録となる1試合6打点を記録した。3月5日から3月24日、第2回 WBC にに大会連続で出場。背番号は9、ジョージ・マケンジが2をつけたため、1次リーグでは不審だったが、2次リーグに入ると復調。敵自打を放つなど主に5番打者として全試合に出場し、決勝でも先制打を打って、 日本の2連覇に貢献した。シーズンでは年間通して3番に座り安定した働きを見せ、チームのリーグ3連覇に貢献。オールスターゲームにも選出された。遺跡後初の3割30本塁打100打点を記録した。東京ドームでの通算本塁打数が松井秀喜の146号を上回る147号本塁打を打った子で現役最多となった。 8月27日の対中日戦で通算戦打点を9月8日の対横浜ベイスターズ戦で通算戦得点を達成した4月7日の阪神戦で久保安友から本塁打を放つ阪神甲子園球場での初本塁打となりヒーローインタビューでは前年に引退してこの年から一軍内野守備総類コーチに就任した木村拓也が亡くなった日であることも受けて 本当に一人一人思うところがあって、その中でゲームをしたと思います。そういう意味で全員で勝利をつかみ通れました。木村コーチに勝たせてもらったと思いますと語った。359QHR29 打点の高成績で通算8度目となる34月の月間 MVP を受賞。5月30日の大西部戦で、岸高行から史上24人目の通算350。 本類打を達成。6月4日の対日本ハム戦で、金森隆行からバックスクリーンへ本類打を放ち、史上18人目となる全球団から本類打を達成した。最終的には3割30本を記録し、移籍後4年連続の3割30本と、大貞春の18年連続、落合博光の13年連続に次ぐ11年連続の アップス900以上を達成した。この年で4年契約が終わり、11月29日の契約公開で新たに2年契約を結ぶ。は、新外国人のラスティライアルの加入、原監督の意向で3類種に挑戦した、亀井義幸の起用、小笠原の負担軽減などを視野に入れ、一類種に固定された。5月5日には、大阪新戦の8回裏に、 小林博之から中前安打を記録し、通算2000本安打を達成した。通算1736試合での2000本安打達成は、川上哲二、長島主芸を、張本伊に次ぐ歴代4番目の速さとなる。しかし5月14日に、左ふくらはぎ負傷で登録抹消され、8月14日にも、左手首剥離骨折で登録抹消されるなど、故障や不調に苦しみ、 83試合の出場にとどまり、打率。242、5本類が20打点で、1998年以来13年ぶりに規定打席に到達しなかった。和解マックスタメンで出場するも、前年同様打撃不振に苦しみ、プロ入り最小の34試合の出場に止まり、打率。152、15年ぶりにシーズン無本類だとなった。二年契約が終わり、 12月5日の契約公開では、当時の NPB 史上最大の減額となる3億6000万円減の年俸700万円で公開した。春季キャンプ中の2月17日、フリー打撃で左手の人差し指を15針縫う怪我を負ったこともあり、開幕を2軍で迎えたが、5月18日の対、西武戦、西武ドームで4回に西満塁の場面で代打で、今季初出場し、 三振に倒れる。六月五日の対日本ハム戦、東京ドームでは延長十一回裏虫に三塁の場面で代打で、出場、増井博都氏から、さよなら三乱本塁打を放つ。小笠原の本塁打は二年ぶりであった。しかし、同月二十九日に一軍登録抹消されると、怪我などもあってこの後の一軍昇格はなく、この年は二十二試合出場で打率。百五十 本類打一本に終わり、日本シリーズの出場資格枠40人にも入らなかった。シーズン終了後の11月10日に FA 宣言する意思を表明。球団としては構想外ではあったが、功労者を戦力外として出て行かせてはならないと残留を進めた上で、出場機会のある他球団への移籍も考えていた。9月より球団と話し合いを重ね、宣言の数日前に、 新しいところで、挑戦都市決断した。11月26日に、中日への入団が発表され、同日入団会見が行われた。は、代打の切り札として起用される場面が多かったが、開幕直後は、森野正彦が、休養日の際のスタメン、交流戦は、指名打者での出場もあった。4月9日の第ヤクルト戦で、 押本武彦から遺跡後初の2乱本塁打を放ち、また、大打6打数連続安打、歴代3位、大打9打席連続失塁、歴代2位を記録するなど、打席数は100打席に満たなかったものの打率、301をマークする活躍を見せた。また、巨人時代に沿っていた髭も、トレードマークとして、再び生やしている。7月に入って、出場選手登録を抹消され、 同28日に再び1軍に昇格したが、わずか2試合で再び2軍へ降格した。一部スポーツ紙から、来季以降の挙手が注目される報道がなされる中9月12日に1軍に服し、その日の対ヤクルト戦で小川康弘より敵時打を放った。2015年9月15日、中日新聞の市場において、谷繁元信監督兼選手とともに今季限りで、 現役を引退することが報じられ、同17日に名古屋市内で記者会見を行い、正式に引退を表明。引退試合となった9月21日の古巣、巨人戦では5番一塁手としてスタメン出場し、4回の第2打席で遊撃への内野安打、通算2120本目の安打を放って、前田智則を上回る、歴代通安打数単独26位となる。七回の 第三打席では、スコット・マシソンの時速155キロメートルを強振し、左翼戦にアンダ製のライナーを放ったが左翼を守っていた亀井に候補され、これが最終打席になった。ベンチに戻る前に、現役引退のアナウンスが流れると、三塁ベンチから出た巨人、高橋義信、後に現役引退を表明。巨人監督に就任から花束を贈呈され、 握手を交わした。さらに二人の娘からも花束を受け取ると、マシそんな巨人の選手らも拍手で、小笠原を見送った。10月3日にはシーズンからの二軍監督就任が決定し、10月5日のフェニックスリーグより指揮を取ることが発表された。背番号は82。ちなみに、この10月5日の時点では、一軍は対広島最終戦が7日に、雨天順延となっていたため、 全日程を完了していなかった7日は同じく同年で引退の山本正の引退当番でありやはり同年で引退する県任監督の谷重ももう一度だけ選手登録されたものの出場はしていない2000年から2010年まで2005年のみを除き打率3割以上を記録したアベレージヒッターでありながらコンスタントに30本類台以上を記録する 長打力も持ち合わせる。統一級が導入されていた2011年からの数年の間は成績が落ち込んだが、通算打率では歴代9位、通算クイーン、RC27 決出度、4000打席以上では歴代10位を記録している強打者である。3割30本を9回達成しており、これは大阪春に次ぐ歴代2位の記録である。 また11年連続アップス900超えという成績を残しており、これは大阪春、落合博光に次ぐ歴代3位の記録である。打席においては日本ハム時代の打撃コーチだった加藤英二から影響を受けた大きな構え、関主打方からフルスイングする。試合前などの打撃練習では、 左方向への打撃を繰り返すなどボールを手に呼び込むことを意識しているため引っ張るだけの大味なスイングにならず広角に長打を放つことができる。ただ、本人曰く、カンヌ主打法においては、日本ハム時代に同僚だった落合博光の影響は少なという、例年、070以上のアイセド、出塁率打率を記録するなど選球眼にも優れている。 巨人遺跡以降2010年までのタイミング打率320と右投手に強いほか同じく得点圏打率334とチャンスにも強く苦手なコースも少なかった日本ハム時代は当時監督だった上田理事の方針もあり2番で起用された時期も含めて2008年6月8日の西武戦まで公式戦で犠牲版と成功が一度もなく 1997年から1999年の間で7度の支持があったが失敗している。2006年の WBC では送りバントを試み成功させた。プロ入り当初は保守、内野手の両方をこなせることからコンビニルーキーなどと称されていた。1998年の落合の引退後には保守から一塁一種に転向している。 三塁守備では三塁線のベース際の打球などにもうまく対処し、ゴールデングラブ賞を一度受賞しているが、2010年はザーマイナス2と平均を下回り、2011年は前日の事情、2012年以降は小像類種の村田周一の加入、中日遺跡以降はエクトルルナや高橋周平らの存在もあり、主に一類種として出場した。その一守備では、 グラブ裁きが巧みで、ゴールデングラブ賞を1999年から2002年までの4年連続を含めて5度受賞している。総類面では1類到達4.2秒台前半を記録するなど平均以上の脚力を備え、2000年にはキャリア唯一の2桁投塁となる24投塁も記録しているが、2002年の故障後は投塁数が減少し、晩年は 年齢的なスピードの衰えもあり、一塁到達4秒台後半が多くなった。愛称は、ガッツ。日本ハム時代に付けられた愛称である。名付け親は当時チームメイトだった、岩本勤、上高藩、片岡厚、立山義則、金村明、金子誠の6人で、合コンの席で飲み食いにしても、女性に対してもがっつくことから、 ガッツくんと呼んだのが始まりだというが、その後小指を骨折した状態でホームランを打ったことで、ガッツがあるとして小相性が定着することになる。野球以外では、苗字が小笠原である縁から東京都小笠原村の観光親善大使に1999年12月25日に就任し、島の少年野球チームにユニフォームをプレゼントしたり、 同村の交流事業に参加したりするなどの活動を行っている。他にも2008年の開幕前に巨人と同じく宮崎でキャンプを行っていた J リーグ鹿島アントラーズの小笠原光夫と対談し、それぞれのチームのユニフォーム交換を行った。東京都小笠原村の観光親善大使であることから日本ハム時代には、 小笠原の本類打字に小笠原村のザト踏クジラの映像がバックスクリーンに表示されていた。このことから一部のファイターズファンは小笠原が打席に入ると小笠原村のシンボルであるイルカの風船または浮き具を持って応援していた。応援歌のイントロ部分に入るコールも小笠原村にちなんだものでありチームの札幌移転時に削除。 変更が検討されたが、小笠原が観光親善大使であることから引き続き使用されていた。巨人、中日遺跡後も一部のファンが同様の応援をしている。巨人ファンの間からは、小笠原が来てから2003年から6年まで続いていた低迷期から脱することができた小笠原は救世主だという声が多く、事実それは選手も認めるところであり、 2013年のシーズン中、日韓スポーツ市場で行われた、当時巨人ハイ抜き最年長の高橋義信と同じくハイ抜きで、当時のキャプテンである、安倍晋之助の対談では、二人がルーキーの時は試合に負けたら誰も喋らず、クライマックスシリーズなどの一発勝負に負けたような空気だったが、それを一変させたのが、小笠原、谷義智、古城茂樹らの、また、明日だ。 という気持ちを持ったパリーグ出身の選手たちであり、以来負けても、明日打てばいいという気構えで全員が望むようになったことが2003年から4年間続いた、低迷期から巨人が脱出できた理由であると述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。